わっさー。はい、えビアコガイドのなすびです。よろしくお願いします。えー、っと、本日がね、日曜日っていうことに改めて気づいた、今、動画を回してるんですけど、えー、5月の21日の日曜日、えー、なすびガイドサービス。えー、なすびガイドではおなじみの、えー、余命1年の60目指して、マックさん。 そして、はじめましての高谷さんに遊びに来ていただきました。えー、マックさんいつもありがとうございます。そして、高谷さん、はじめましてということで、えー、本日も、えー、マック3回がね、開催されたわけなんですけど、えー、ぜひともナスビガイドで60を釣っていただきたくて、えー、本日も遊びに来ていただいたわけなんですけど、えー、今日天気は、あのー、朝一、まあ、午前中風が弱く て昼から少し風が吹くみたいな予報でまぁ、あ、まさに予報通りだったんじゃないかなとは思うんですけど北の方はねあの風がずっと1日弱かったらしいんですけど、えー、プランとしましては、えー、午前中北行って昼から何個っていうプランで進めましたで午前中 えー、まあゆっくりスタートで朝から北行ったんですけど、えー、結構ね、えー、至るところに人がいたんですけど、で、釣ってる方もね、ちらほら、えー、見たんですけど、夏日庭はね、残念ながら魚釣れなくて、まあ惜しいところまでは行ったんですけど、魚が触れなくて、えー、っと、そう、ここからまあ午前中いっぱいはね、北行きたいなと思ったんですけど、少し風が吹いてきたのもあって、えー、昼から、えー、10時ぐらい。 には何個に入ってました。で、10時くらい何個入って、昨日ね、フリーリーグの、リバウンドスティック5インチの5グラムのフリーリーグが、昨日、ちょっとだけ火を吹いたんで、それをやりたいなと思いまして、皆さんに、マックさんと高江さんに、リバウンドスティックをリグっていただいて、えー、っと、フリーリーグをやっていたんですけど、まあ、ね、至るところに人は多いんですよね。で、ちょっと早めに昼ご飯食べて、 で、ひたすら昼ご飯食べた後も、エビもエリア、エビモとベイドフィッシュが絡むエリアをフリーリーグでやっていくんですけど、まあ簡単にはやっぱりね、バイトはないですね。で、まあずっとやってて、で、僕の革新的なスポットで、えー、夕方最後入り直した時に僕に、えー、リバウンドスティック5インジの5グラムのフリーリーグで一発バッチコーンと釣って、えー、まあ最近僕もね、結構投げるようにしてるんですけど、やっぱ、やっぱ誰も釣らなかったらね、あのー、空気的にも、 ま、誰か釣った方がやっぱテンション上がるし、えー、ビアコガイドもしくはこのバスボートの船内ってやっぱチーム船だと思うね、の思うので、まあ、誰かが釣ってっていうので、僕がその火付け役になったり、まあ、状況確認も含めて僕も投げて、えーえー、釣ったりもするんですけど、まあ、まさに一発目僕が釣って、えー、やっぱりこれ釣れるんだっていうのはね、改めて再認識するというか、やっぱ人間っていうのは、あの、まあ、釣れますよってお伝えしてもなかなかやっぱりね、 体感するまで、体感したり、目視するまではなかなか信用されにくいんじゃないかなってバス釣りしてて、バスフィッシングしてて僕はね、思うんですけど、その、マックさんとか高井さんの話ではなくて、えー、まあ僕も実際そうですし、まあ実際いろんなゲストさんを見てて思うのはやっぱり実際実体実体,実体験。 神々。実体験しないとわからないことってやっぱりいっぱいあるので、実体験。それが僕が釣ることであっても、迷子で僕が釣ることであっても実体験になるんですけど、釣ることによってやっぱ信頼度上がるんですよね。で、余計に船内はやる気上がって、最後に、えー、高谷さんやっていただきました。51センチの、えー、自己記録更新バスを釣っていただきました。東京から来ていただいて、自己記録が50センチだなんてお話いただいてたんですけど、えー、なんと、 初めてのビアコなんですよね、高谷さんは。初めてのビアコ、初めてのバスボートではないか。川口湖で2回ほど乗られてたことあると言ってました。で、初めてのナスビガイドで、初めてのビアコで、えー、リバウンドスティック5インチの5グラムフリーリフで、自己記録51センチ、おめでとうございます。ナイスでした。で、最後ね、マックさんにも一発ね、良さそうな来たんですけど、ね、惜しくもバレてしまったという一日でした。あの、ちなみに明日もね、マックさんと高谷さんなんで、ツーベイなので、まあ まあまあ、ちょっと、明日に繋がる魚だったんじゃないかなというふうに思います。明日も、明日もね、展開をしっかり変えて、えー、お二方にね、釣っていただけるように、まあ、高井さんもね、自己記録更新したということで、明日、マックさん60釣ってほしいな、なんて思ってるんですけど、えーっと、まあ、マックさん、今の状態なんですけど、やっぱり、えー、毎週僕はお会いしてるんですけど、まあ、ここ、最近では体調はね、いい方だと思うんですけど、やっぱり日に日に、えー、お話がね、難しくなってきたりとかしてて、えー 今日からマックさん、音声アプリを使ってね、会話なんかもしたりとかしたんですけど、えー、まあ、ちょっとお話ししづらくなったんですけど、マックさん今元気で、えー、今日もね、ほぼ一日釣りはされてたんで、少し前までは、えー、やっぱ体調も、えー、あんまり良くなくて、2、3時間しか釣りができないなんて日もあったんですけど、本日はね、一日釣りできたので、えー、っと、明日、も頑張って釣っていただけるように僕も頑張ります。 とといいうことで、皆さんも応援よろししくお願いします、はい、あの今日僕はね個人的にちょっと嬉しかったのは、えーまあ、すごいね、あのーまあ、マックさんのお話になるんですけど、えー、マックさんと、あのー、マックさんとマックさん会ではいつも昼ご飯、えー、上がって食べるんですよね上陸して一旦食べるんですけど、えー、何個で釣りをしている時は、えー、もう 必ずホテル井筒内にあるレストランキャビンさん。まあまあ通称井筒ですよね。井、え、筒、ー、さんにご飯食べに行くんですけど、えー、その井筒スタッフの方もマックさんのことはね、えー、僕の投稿とか見てくださってて知っている状態なんですよね。で、マックさん最近、えー、っと、麺類しか食べれない今状態にあるんですけど、 えー、で、今日はちょっと麺類もまあきつくて、えー、っとまあ今後ちょっとスープ作っていただけませんかみたいなお話だったんですけど、えー、まあ、5つのスタッフ方の回答としましては、やっぱスーパーじゃな,ないらしくて作れないんですけど、あ、別にマックさんでしたら、あのー、ナスビ君、あのー、インスタントのスープとか持ってきたらいいじゃんって、お湯入れてあげるしみたいな感じで、えー、普通に、 あの、マックさんをちゃんと受け入れて、えー、そうやって対応してくださったのが僕は嬉しかったですね。やっぱり、えー、どうしてもやっぱ、持参するなんて、まあ、飲食店ではなかなかありえないとは思うんですけど、それを、マックさんのこのストーリーを知ってくださってるんで、それを、えー、認めて、認めてというか、それを分かって、そうやってお湯を提供してくださったりとかするってお話をいただいたのですごい僕はね、人の温かさで余計に本日はね、嬉しくなりました。 はい。ということで、いつもホテル伊豆津さん、レストランキャビンさんありがとうございます。はい。明日も行かせていただきますのでよろしくお願いします。というわけで、えー、ま、ほっこりしたお話でした。明日もね、マックさん、高井さんよろしくお願いします。というわけで、5月の21日の日曜日のお話でした。皆さん最後まで聞いていただき、ありがとうございました。